最近ちょっと麻雀があんまりできてなくて、そしたらなんか結構点差が広まってたました。俺もそのトレーナー持ってるかも、マジで。なんだっけ、銀座限定だっけ、限定商品らしいです。わっ、ジンクかわいい、ありがとうございます。昨日はねロケに行ってきたんですけど、めっちゃ楽しかったです。犬いるって。犬じゃないんですけど。そう、昨日ロケで愛香とね、あと若先輩と仕事に行ってきたんですけど、もうめっちゃ最高だった。早く公開されたいってほしいな。さっき TikTok に更新しました動画、久々、1週間ぶりくらい。なんか気づいたら空いてて、期間がちょっと空きすぎだなと思って、その日に撮って、その日に出しました。見た？やった。トン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 、なんかこだわりを持っているんですけど持っているんですけど、制服やっぱ毎日着るの大変ですね。ちょっとそう、顔もね、なんかこの日は漏れないとかあるじゃないですか。ゆまさんありがとう、じゅんじゅんもありがとう。俺は悟空、あれちょっともう古くなってない？大丈夫かな。明日もリハがいっぱい曲を覚えないといけないんですよ。まだ初めて覚える曲が明日のリハだけで4曲ぐらいあるんですけど、今3曲覚えました。あと1曲を夜までのうちにやりたい。もっちゃんスタバ注文、あれお姉ちゃんのです、私じゃないんですよ。なんだっけな、アーモンドミルクティーみたいなやつ。なんだっけ、今お姉ちゃんが来てて、そう、ここにいるんですよ。覚える速さ確かに速くなったかも。ほうじ茶クラスティックティーラテみたいなやつです。ほうじ茶ラテみたいな。いや、ほうじ茶ラテです。そう、あ、ココナさんも好きなんだって。めっちゃ美味しかった。お、無印行ったんや。無印ね、そう、バウも美味しかった。アーモンドミルク変更、そう、アーモンドミルクに変更するらしい。私はね、ちょっとね、もったいない症候群なんで、スタバを頼むんだったらコンビニでちょっと高いの頼みたいなって思う人なんですよ。スタバちょっとお高いじゃないですか。そう、え、カスタム、そう、意味わからない、普通のでいいのにって思う。焼き芋、あ、なんかめっちゃ愛香が言ってた。そう、私芋好きじゃなくて、また
あの時代に乗れないんですよね。そう、わっ、ふぶたろう、ハートありがとう。こんばんは。さっきね、懐かしのアイスクリームっていうのを食べたんですよ。見たことある人いますか？これ。おはよう、おはようさん。なんだろう、このアイスクリーム。アイスクリーム好きだって。え？懐かしい？マジで？私知らんかった。そう、懐かしのって言ってたからみんな知ってるかなと。関西弁って映る？え、映るかもしれない。美味しい？マジで？そう、美味しかった。マジでっていうか美味しかった。なんかバニラでもなく、ん？メロンアイス、メロンパン、マジメロンパンみたいな味した。そう、スーパーで売ってた。これ美味しかったな。もう一回買いたいって感じです。そんな前のやつ、メロンパン、そう、メロンパン味。いや全然違うよ。でもミルクと卵だからそんな感じの味するのかな。ふうくん、だるまありがとうございます。そう、あ、ちなみに今日モバメでこれをもつかつって送っちゃいました。みんな見つけてみてください。生姜のアイス、そうなんだ、めっちゃ美味しい、おすすめです。いや、これ送ってないや、あの、まだ送ってないや、明日送る予定だった。最近マジであの寝落ちしちゃって、お豆がその日中に送れないっていう事件が起きてます。リュウジありがとう。わし生ガトーショコラ、あれ美味しいよね。なんか普通にお店でありそうな味がする。成長期もう過ぎたくない。どうなんだろう。え、でも今日たくさん寝た。ともちん、くまさんありがとう。反抗期？え？反抗期？反抗期もとっくに過ぎてるよ。何イエイエイしてんの？明日誕生日？わあ、おめでとうございます。ハッピーバー。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとうございます。いい一年にしてください。もち姉ちゃんはいくつですか？ 20です。反抗期あった、え、反抗期あったかも、普通に。あったあった、全然ある。そりゃありますよ。私は高2です。あ、こっち高3です。永遠に高2だと思ってるから。そう。やば。そう、私高2なんですよ。あ、違う、ちょっと高3なんですよ。死んじゃう。高3です。高校3年生です。いまだに間違えそうになる。あの、高校3年生ってなる。ダメダメダメ。いや、高2だと思うじゃん。でも高3なんですよ。次18歳になるんです、私。
いや高校2年生のイメージがちょっと強い。コニカル、そう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 、年取りたくない。そう、高2の、なんか高2の時の方が自己紹介めっちゃやりやすかったイメージがあります。高校3年生17歳。ヨンちゃん16歳とどういうことだ。麻雀は今日はやりますけど、ちょっと遅い時間になれちゃうかも。配信終わったら練習する。メイトがちょっと強いな。うん、ここに出すとちょっとね強いんですよ。そうそう、セブンティーンがもうね歌えなくなっちゃう。ちょっとこれ持とうかな。イエーイ。レッスン順調、え、順調なんですかね。多分順調です。トモティン、ありがとう。クマさん、東京にいたみゆちゃんともちゃんと連絡取ってました。セブンティーン、最近リップをちょっとだけ明るめにしました。今日のファッションの見どころ、んー、ちょっと大きめのスウェットかな。下はスカートなので見どころも特にないんですけど。なんか目に入った。みゆがもつの実家行こうとして、今誰もいなかったけどな。姉ちゃんもこっち来てたから。ピンクメイク、うん、いつもアイメイクはピンクで、チークもピンクにしてます。もまみ来た？今来た？やっぱ目が痛い。ツイッターの画像、ツイッターの画像は今日新しい服でご飯食べたけど、TikTok 更新してなさすぎなの気づいてスウェットに変えただけです。もまみ来たって呼んでください。昼と夜どちらの方に入った方がいい？え、どっちも、どっちもどっちも、センター曲は決まりました。ワクワク、マジで楽しみにしていてください。東京から大阪に転校すごいんですかね。まあでもそういう子がもしかしたら8期生にもいるかもしれないので、ワクワクですね。センター曲を見た時の感想、嬉しい、めっちゃ嬉しいと思った。そう、できなさそうな曲だったらどうしようと思ったけど、めっちゃ嬉しかった。もまみ来たって
ユニフォーム姿、ユニフォーム姿ユニフォーム姿ね、見た。若ぽんさんがサッカー部のマネージャーしてそうって言われた。めっちゃよく言われますって言った。センター局何する、言えるわけないやん。言えません。麻雀3位キープしてる、今2位ですよ。3位になってる、もしかして。え、めっちゃ言われる。あ、推しメンランキングか。なんだそれは、それは何ですか。推しメンランキング3位わーい。嬉しい。サッカー館、サッカー部とか行ったことないんですけどね。陸上部だったんで、マネージャーした、マネージャーしてみたいなとは思ったことあるんですけど、サッカー何も知らないので。そう、似合いそうって言われたからやろうとも思ったんですけど、今やりたい方がいいかと思って。CM 出演権あるんですか。2位頑張ります。1位、おお、ダメじゃダメじゃダメだ、去年の予選を通過しなきゃ。なんか前も言われたぞこれ。陸上は短距離長距離、え、短距離です。長距離めっちゃ苦手。そう、短距離しか勝たん。でもこの間の YNN で 400m 私は長距離と言ってしまって、今一応短距離に入るっちゃ短距離に入るんですけど、体力がねあまりないので。いや、400は短距離に入るんですよ。そうそうそう、姉ちゃんより足速い、当たり前じゃないですか。分かんない、長距離は私の方があれかも。800は中距離。前髪少し切った、ちょっと前にね、ちょっと前に。そうそうそう、私からしたら長距離、もう150、200ぐらい過ぎたら。やばい、目痛い。姉ちゃんは身長高い。高い、私より全然高い。私がちっちゃいのかな。いくつだっけ、160くらいです。マラソンとか絶対嫌だ、めっちゃ目痛い。そう、NNM で一番。そうなんです、早くちっちゃい子来ないかな。何でしたっけ、いわ、大阪じゃなくてサッカーのユニフォームで身長間違われてたら嫌ですね、もられてたりしたら。なく言ってた。いや、ユナがでもあれは持ってたからな。自称155ですね、ユナナは。そう、ミユも結構早いらしくて、なんか昨日前日かなんかに聞いてて、そう、活躍、大活躍ですね。
150とか言わない、本当ですよ。150切っちゃったんですかね。そう、青可愛かったからめっちゃ嬉しい。ちょっとランキング読もうかな。13位、たくまくんありがとう。12位、まっちゃありがとう。11位、あさやんありがとう。10位、かりこありがとう。9位、りゅうじありがとう。8位、あこちゃんありがとう。ゆれるゆれる。7位、のぶたろうありがとう。6位、つのきちありがとう。5位、ともちんありがとう。4位、じんくんありがとう。3位、じゅんじゅんありがとう。2位、おやまさんコンサート楽しみだった、ありがとうございます。絶対来てくださいね、ありがとうございます。1位、カフェオレありがとうございます。1位だ、パチ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 、ありがとうございます。いやー、ちょっとね、久々に家でちょっとだけお話をしたいなと思って始めたんですけど、ちょっと短かったんですけどね。31日のフロンティア2階公演、ぜひ皆さん来てくださいね。最近はね、目の中に汗がね入らなくなって、なんか、いや、入るっちゃ入るんですけど、曇らなくなったので、皆さんの顔がよく見えるのでね、たくさん目を合わせましょう。結構ガチです。ぜひ来てください。じゃあ皆さんありがとうございました。おやすみなさい。練習頑張ります。バイバイ。TikTok と Twitter もチェックお願いします。バイバイ。